はい、こんにちは、スレオシグです。なんだかんだね、茶番も久しぶりですね。っていうのも集積隊ラッシュの時にちょっとね、投稿頻度的な問題でお休みさせていただいてたんですけど、また今日から復活なんでよろしくお願いします。はい、でちょっとね、復活したい先にね、皆さんにご報告があるんですけど、あの今動画のストックがねないんですよね。私撮ってこよっかなと思った矢先に、なんかね、東京がねラグいというお話をね、すごいツイッターの方でね聞きまして、でまあそっから僕も聞いてからね、東京ではプレイしてないんですけど、東京もラグくなるから、その東京でやるのもあれかなと思って、でもね動画も撮りたいなと思って、で思ったんで、ちょっとね今日遠征して、あのね埼玉とか千葉の方の、埼玉とか千葉が今重くないみたいなんで、埼玉千葉の方行ってね、ちょっと撮ってこうかなと思います。はい、まあていうか今撮ってんの朝なんですよこれ。で今から僕大学なんですよね。まあだからその大学の帰りにそのまま行こうかなと思ってるんで、大丈夫です、投稿頻度はお守りできると思います。はい、ということで、まあそんな感じでよろしくお願いします。で今回ね、スサノオなんですけど、皆さんにね最初に言っておきたいことがあります。僕ね昔から本当にスサノオ乗れません。であのキャラピョンカクついたじゃないですか。で皆さんがいっぱいリクエストあったんですよね。全部逃げてきました、全部逃げてきました。はい、本当に申し訳ございませんでした。いやー、人ってねやっぱり乗れないキャラの一つや二つあるんですよね。まあ僕結構いっぱいあるんですけど、ヒルドロブとかヘビアとか、あの大体今動画に上がってないものの半分ぐらいは僕が乗れないものと思っていただいて大丈夫です。はい、といった感じでね、スサノピョンカクついたから最初乗れんのかなと思って乗っては見たんですけど、結局ねスサノってピョンカクついたはいいんですけどね、そのスサノのね基礎がなってないとダメなんですよ、あのキャラって。まあなんでねちょいちょい練習しながら取ってきてまいりました。もう本当に満身創痍ですね。といった感じで、まあお楽しみいただければなと思います。はい、ということで今回もお便りコーナー行きましょう。ちょっとね鼻水がひどいんだよね。はい、今回ね、お便りくださった方はペンギン爆弾という方ですね。ありがとうございます。量子式排入の対策をあのムーブの生みの親の量子さん視点で教えてほしいです。横とく見てメインか振り返すかが無難と考えていますが、どうにも排入の丈が多すぎて3ゼルのもきついし、低コストだと絶望的です。よろしくお願いします。ということで、まずね量子式ハイニーって呼ばれてんだね。いや多分呼ばれてないと思うんだけど、横とか振りまくってくるハイニーってことですよね。はい、でアノムーブの生みの親でもないんですけど、多分あれは単純にあの遅かれ早かれね、みんな あの動きにはたどり着いてたと思うんですけど、まあ動画上げちゃったんでなんか僕みたいになってるんですけど、まあみんなあの動きしております。はい、でまああれの対策なんですけど、まあおっしゃってる通り低コストはね本当に絶望的なんですよね。僕も使ってる時に低コストアイって本当に楽だなと思いますね。っていうのは単純にブースト残量の違いで、30でおそらくハイニーと対面してるときはまあ確かに辛いなと思うところはあるんですけど、まあそこまでめちゃくちゃ苦ではないと思うんですよ、低コストほどね。まあその違いがやっぱりブースト残量の違いで、あのハイニーの立ち悪いところってね、ブースト動かす、あの相手にブースト吐かせる武装がね多いんですよね。まあその横徳もそうなんですけど、一番の原因はあれですかね、横差、あれが1回のステップじゃ誘導切れなくて、あれ1回1回に重構成かかってるんですよ。なんで1回のステップじゃ避けれない分ね、でプラス誘導がいいからブーストだけじゃちょっと避けにくい分ね、かなりブースト使わされるんですよね、こっちのブーストに対して。相手ってそこまでブースト使ってなくて、ハイニーの横サブってる方は、ということでね、まあ、ブースト使わされて、で結局ハイニーの何が辛いって、おそらく最後の CS なんですよ。最後の落下する時のあのパラパラパラーっていうハンドバルカンが相当きついと思うんですよね。ハンドマシンガンか、どっちもいいや。はい、なんでねまあイメージ的には本当に最後の CS のところを避けるようなイメージで、あの絶対最後に CS 来るなっていうのを念頭に置いといて、それを避けるようなイメージでやると少しは逃げれるのかなと思うんですけど、僕も正直低コス使ってて排入相手本当にきついと思います。射撃バリア持ってるキャラとかなら逃げれそうな感じはするんですけどね。フルグランスさんみたいなこう横とか相手にカウンターできて、で最後の CS はアシストの FX で全部さばけるっていうキャラならいいんですけど、やっぱりそういうキャラって少ないんで、まあ各々期待で対策していくのがいいのかなと思うんですけど、僕もハイネー使ってて低コスト倒すときに一番ねこう念頭に置いてんのは、本当に最後の CS が決め手なんで、いかに最後の CS を当てるときに相手をオーバーヒにさせるかっていうところを考えてるんで、だから、まあ対策としてはその CS をしっかり警戒するっていうのがいいのかなと思います。排入もねかなり増えてるしね。はい、皆さんね、どんどん対策をね、お互い意見ね交換しながら頑張っていきましょう。はい、ということで、まあ僕はこれからも排入使っていきますが、あ、そう、排入の動画もね今度また上げようと思います。はい、てか10万再生本当にありがとうございました。僕すごい嬉しかったです。はい、ということで佐野の視点の方行ってみましょう。はい、ということで試合の方移ります。でまあ冒頭でも話した通りね、スサノオね昔からねちょっと苦手なんですよ、使うのが。
まあね、理論はわかるんですよ。 CS のチャクラムで動かしてニューコンパニッシャーで取るんでしょ。で、あのまあパニッシャーとかないときはもう横突角とかで、あの回転切りとかで取るんでしょ。わかるんですよ。あの理論は分かってても結局実行に移せないんですよ。はい、ということでね、まあピョン格闘はちゃんと使ってきたんではい、ちょっとそこら辺お許しください。多少だらしないところは。はい、で、簡単な変更点話すと、まずこのトランザム中の格闘、これがね、トランザム切りだったんですけど、前作までは。トランザム切りがコマンド移行されまして、特写かな？はい。トランザムのコマンドになりました。はい。で、ノーマル中の格闘が、通常時の格闘がね、トランザム中にも出ますよということで。はい。で、あとはやっぱり、これですね。ピョン格闘。これの追加がでかいですね。これが前作まではちょっと上に飛び上がる感じの格闘だったんですけど、もう完全にボンと飛び上がってボンと降りる感じで、まあ本当にピョン格だなってもう見てわかるような感じですね。ちゃんと設置もあるし。でね、このキャラも強いなと思ったとこ、そう、このこうやってオバヒでステップ CS ってやっても設置してるところなんですよね。まあゴトラタンとかレックスとかループスとか、そこら辺はみんなオバヒでステップメインした時に振り向きメインじゃない限りは浮いちゃうんですよね。設置状態になってないんですけど、このキャラはねちゃんと設置するんですよね。はい、これすごい便利でした。で、なおかつこの CS がねかなり内部硬直がねなくて、かなりね滑るということで優秀です、これ。はい、といった感じかな。あとはトランザムが終わった後にカウンターがついてるのかな。ただこれはもう僕頭の中に入ってませんでした。俺も一回見てみたいけどね。はい、ということで試合の方移りましょう。さあ、開幕はしっかりトランザムで荒らせていたが、後半ちょっとだらしない避難が多くて、このままファントムに予兆展開作られるとめんどくさいんで、ここはしっかり上がっていきたいですね。ただね、ここ早めにトランザム入っちゃうと後半無視される可能性があるんで、トランザムって その使いじゃないんで説得力ないんですけど、トランザムってね使わないで持ってることにも意味あると思うんですよ。あいつまだトランザム使ってないよって、逆にあいつもトランザム使ったよってなるとかなり無視されると思うんで、はい、すいません、ごめんなさい、もう何も喋りませんはい、ということで、さあダブルを覚醒吐いて、ここはピョン格闘でね相手のゲロビの上を行ってから、チャクラまで勝利ですね。そう、俺もねこれ初めて知ったんですけど、まあ多分これ僕しかあれな、てかね、みんな気づいて思うんですけど、あれなんですね、内訳あったんですね、このキャラのトランザムチの CS って、レバー入れと NCS で。2試合目いきましょう。はい、続くに試合目が、お相手がブレイブとウィングで、相方が村本さんのファントムですね。いいですね、武士郎対グラハムで。まあ私ね、お恥ずかしいことにね、トランザム中の CS の内訳知らなかったんですよね。いや、もう本当にお恥ずかしいことに。なんか NCS で、なんか連打で2枚出しで、で、レバー CS で同時出しなんですね。いや、本当にごめんなさいね、本当にこんな非常識で。ということで、実況の移ります。さあ、開幕は、相手方のファントムライトに合わせて、こちらもトランザム入って。で、今のところはこれね、突角各種からね、パニッシャーがキャンセルで出るんで、それで、相手の高飛びピョン角で食ってからパニッシャー当てて突角合わせですね。あの派生すごいかっこいいっすよね。さあ、トランザムももう終わるんで、できれば後落ちしていきたいですね。あのね、下のね、個人的には2525の時後落ちの方が強いなと思ってまして。っていうのもね、トランザムが終わった後の無視される場面がすごい目立っちゃうんで、先落ちた時に。なら、後落ちの方がいいのかなと、個人的には思いました。さあ、今んとこなぜ CS が溜まっているのに横突角を出し切ってしまったのでしょうか。いや、非常に申し訳ない。さあ、ここパニッシャー当てて、ブレイブに覚醒発火せるが、その後のウィンガンダムゼロが後ろから手痛い攻撃を与えてきて、ちょっと危ない場面。さあ、これ後落ちしたいんですけど、ダブルロックされていた。さあ、落とされてしまい、さあ、立て続けに村門さんも落ちて、あれ、覚醒落ちなんで、早めに相手倒していきたい。さあ、上取って、ピョン角で上取ってからトランザム覚醒でどうにかして巻き返したいですね。さあ、まあ、ゼロシス相手には、パニッシャーでしっかり合わせて。さあ、なんか、コンボガバガバですけど、なんか噛み合って、両方倒してる状態、いいですね。さあ、なんか村門さんの体力がとんでもないことになってるんで、早めに倒しに行きたい。さあ、ピョン角ならなんなら駆使して、なんとか倒すが、まあ、相方の体力2なんで、これはもう助ける暇あったら相手を倒しに行こうっていう感じなんですけど、トランザムもちょうど終わっちゃって、ゼロも、はい、あれがあるんですよね。覚醒はあるわ、変形はあるわで。さあ、なんか画面右下で村門さんが覚醒技でぶっ刺されてますね。といった感じの2試合目でした。はい、ごめんなさい、村門さん。いやー、やっぱ人間でね、得意不得意あるんですよね。はい、ごめんなさい、ただの言い訳です。さあ、3試合目行きましょう。
はい、続く3試合目、お相手が、クロッキューベと俳優ガンダム、大方が村本さんのイジエドっすね。珍しいですね。まあ、皆さん乗れんのって感じなんですけど、僕もね、確かに乗れんのって思ったんですけど、なんかね、やけに上手かったんですよね。はい。なんか、昔乗ってたみたいで、まあ、詳しくは村本チャンネルへゴー。はい、ということで、試合の方移ります。さあ、まあこれね、開幕クロッキューベトランザムで倒しに行ってもよかったんですけど、相手の解放を倒しに行ってもよかったんですけど、なんかね、この時ね、よくわからん思考回路になってて、トランザムを使ったら、その後ずっとこっちが狙われるんじゃないかっていうよくわからない議論に至ってて、冷静に今作このピョン角があるから自衛力高いからね、そんなに追われても大丈夫な気がするんだけど、なんかね、この時ね、やけにトランザム我慢してたんですよ、2515やってる時。はい、といった感じで。さあ、トランザム いつ吐くんだって感じですけど、とりあえず、ハイニューと対マンしてますね。さあ、さすがにハイニュー側も自衛力クソ高いんで、さすがに生地じゃ取れないんで、さっさとトランザムしましょう、レオシグさん。さあ、覚醒はまだ溜まっていない状態、ここはしっかりゲロビかわしつつ、さあ、オバヒになるがしっかり CS でケアして、さあ、ピョン角ステップで前衛荒らしつつ、さあ、覚醒吐いて、覚醒より先にトランザム吐かないか、レオシグさん。レオシグさん本当にトランザムいつ吐くのあなた。さあ、思い出したかのように入魂からカッコつけてトランザムを吐いて。さあ、トランザム吐くはいいが、ブーストないぞ、大丈夫か、それ。はい、ダメでした。65も残ってました。はい、皆さん、これ本当に反面教師として使ってください。こんなになるぐらいだったらもう開幕使っちゃって大丈夫です。はい。さあ、クソ地雷かましてて、これもほぼ負けゲー濃厚ですが、村本さんがなんとか頑張ってくれてるんで、やっぱり諦めずに行きたいですね。さあ、黒木部に覚醒技やらせたくねえなと思ったんですけど、ハイニューが近寄ってきて、さすがにどうしようもないか。さあ、黒木部も解放回してますね。さあ、ここピョン角から CS でなんとかゲロビかいくぐりつつ、だがバズーカ引っかかってしまい、これ本当にどうやって勝つんでしょうね。さあ、チャクラ投げつつ、さあ、いかだ覚醒相手。この覚醒でなんとかしてほしい。すげえ、他力本願だけど、なんとかしてほしい。さあ、残り162でちょっと気まずいハイニュートの読み合い。さあ、相方はどうしてるんでしょうか。さあ、相方はしっかり減らしてくれてますね。うわー、怖い。さあ、85でずっとトランザムを未だに、本当にトランザム見たくのこれ。なんか、一落ち前の反省を生かしきれていませんね、レオシグさん。さあ、トランザムいつ吐くんでしょうか。さあ、やっと覚醒は吐いて。さあ、パニッシャーが流れて、そこからチャクラムでしっかり追撃して。本当にトランザムいつ吐くんでしょうね。さあ、やっと吐きましたね。さあ、これどうやって勝つんでしょうか。さあ、ここ横とか当ててから、全く知らないんですけど、切腹痕が決まりました。これね、本当に俺知らなかったんですよ。でもなんか、切腹痕やられたことあって、こんな感じかなって言って、ブスってやったら、あ、よっしゃ、決まったみたいな感じ。はい、すいませんでした。本当に。申し訳ありませんでした。はい、ラスト行きましょう。はい、鼻くそみたいな3試合目はね、置いときまして、ラスト。お相手がガンキャノンと試作2号機ということで、1号2号対1号2号ですね。で、お互いこう、キャラのコンセプトが少し似てまして、まあ、イージーともガンキャノンも、後ろから弾を垂れ流すような1500コストで、試作2号機とね、スタノもすごい怠慢寄りのキャラということで。まあ、どういう戦法を取るかと言いますと、やっぱり、1号の倒し合いになってくるんですかね。まあなんで早めに、相方が倒される前に早めに倒していきたいんですけど、コンボがガバガバすぎて全然ダメージを稼げていない。さあ、なんとかしてダメを取っていきたいが、こちらがダメージレースで負けている状態、どうなってるんだこの2500コストは。さあ、焦ってトランザム吐いて、さすがにトランザム中はダメージ通していきたい。さあ、なんかよくわからんコンボだが、特化合成をすればダメージが出ることを知っていたんで、今のところはしっかり落として、さあ、こちらが先に1号を通せたのはいいが、こちらも、相手の2500コストが減ってないのに対して、こちらの2500コストが減ってるんで、ちょっと良くないですね。できれば下がっていきたいんですけど、F 覚醒中はもう止まらないですね。さあ、チャクラムから内部硬直の盾でガードしたはいいけど、2号機に剥がされて。さあ、これは相方無視の俺に落ちの展開作られかねないんで、なんとかして逃げていきたいですね。さあ、ピョン角で上に逃げつつ、さあ、これはもう、相方に守ってもらえつか、村本さん強いね。さあ、トランザムはいつ吐くんだろうかと思ったところで、お相手の角度チャージがうまいこと刺さってしまい、いや、美味しいダメージ持ってかれましたね。さあ、相方覚醒吐いて、今んとこの格闘シリーズもくっそ怪しかったけど、まあ、なんかすごい運ゲーでかわして、さあ、隕石から、隕石つか、あれ、岩から、初代のアシストサブという効果力コンボを食らってしまい、完全地雷コースだが大丈夫か。さあ、ここは強気に2号機に出るはいいが、最後のとこだけ消極的だった。
さあこれ俺ね横特角ね判定最強だと思ったんですけど普通に2号機に振り返されちゃいましたね。まあ判定が届いてなかったんでしょう。さあ相方がガンキャノンに対マン勝ってくれている。さあかなり村門さん芸ではありますが、さあここしっかりねピョン格闘からピョン格闘で相手のコードに合わせてから CS から横特角といいですね。さあこのままガンキャノン追っていきたいですね。トランザムもあるんでまあ大丈夫でしょうと思ったら体力が135でしたね。さあ村門さんがまだマックスということでこれちょっと高飛びしたいんですけど高飛び不器用すぎんかお前。さあ覚醒慌てて吐いてさあなんとかして落としていきたい。さあ下に2号機がいるけどもうこれ構ってられないですね。さあと思ったんですけどなんか2号機に構っちゃってますね。どうしたんだろうねこの時の俺は。さあ完全消極的に逃げの展開と思ったら本当に村門さん強いね。なんだあれさあこれはもう村門さんに甘えながら僕は後ろで下がっていきたい。さあトランズムも何もかもなくなってしまった上に今のとこ落とせなかった。いやーこれね終わったねと思ったんですけどラスト村門さんが決めてくれたと思ったらあれはあれかな、2号機の角ですね。はいといった感じで、ガバガバな佐野でした。いやちょっとピョン角だけ頑張りました。本当にすいませんでした。ごめんなさい。エンディングいきましょう。はいご視聴ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。ガバガバしたの。いやあのね人間ってねやっぱりね得意不得意あるんですよ。はい、あのピョン角ついてりゃいいってもんじゃないんですよ。はい、あのねピョン角ついてる理論で言ったら僕ヘビアも乗れちゃいますし、うん、よくないよね。まあ実際僕全然ヘビア乗れないんですけど、なんだろうな、なんでスタノ乗れないんだろう。なんかね乗れそうな気がするんだよな。なんかね理不尽ですね。理不尽理不尽ではないな。はい、まあといった感じでちょっと頭おかしくなってるんですけど、いやーまあまあまた機会があればリベンジというかね、まあ指令のスタノ使いに頼んで視点借りてくれもいいし、またねちゃんとした動画をお届けできればなと思います。いやでも頑張ったんだけどな俺もな。期待がね追いついてこなかった嘘です、僕が追いついていけませんでした。はいといった感じでスタノでした。でまあ、動画また撮ってきたんで、まあ、ノーベルなりなんなり。で、ハイニューもね、まあ、ハイニューはまだちょっと全部撮ってないんですけど、まあ、ハイニューもね、また撮っていこうかなと思います。といった感じでご視聴ありがとうございました。次回の動画また見てね。バイバイ。